どうも、吉野です。今日は人生で絶対関わってはいけない人物。ビジネスを一緒にするとビジネスは失敗。付き合うと自分は不幸になる。結婚したら結婚は墓場になってしまう。そういう危険な人物、カバートアグレッションの特徴、5つについてお話をさせていただきます。これ最後までご覧になることによって、どんな人と関わったらやばいのか、それを見抜くことができるようになりますので、最後までご覧いただければと思います。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあ早速あります。まずね、このカバートアグレッション何かってことなんですが、簡単に言うと、潜在的な攻撃性パーソナリティってことなんですね。だから潜在的に攻撃性を持っている人格だってことなんですね。なので、まあ、言葉化してやばいなと思うんですけど、その人の特徴ですね。まず一つ目なんですけれども、この特徴としてはパッと見いい人であるってことなんです。パッと見いい人ね、誠実っぽかったりとか、あと社会でも成功していたりとかね、あと最初に親切だと見せかけて、ね、親切だなって見せかける方結構要注意なんです。その先で親しくなると脅したいとか攻撃をしてくる方っていうのは実はこの特徴にあります。だからこうパッと見いい人って結構危険なんですね。でその人の特徴としてまずね、けなして、でへこませて、そこから持ち上げて支配するんですよ。これ実は人間の心理を支配する一番簡単な方法なんですね。でもけなしてへこませて、その後持ち上げて、そもそもこのギャップでフッとなって支配するってことなんですよ。もう人の心を取り入るのがとっても上手です。あとね、女性でも結構多いんですけど、女性なんかは親切ぶって相手の中に入り込んでいくってことなんですね。で相手の中に入り込んでって、ですごくその人が仲良くなって打ち解けたところで陥れるってことですね。結構ね、新興宗教の方とかが子持ちのお母さんに取り入って宗教を入れて、でなんかその人の家の中にも住み込んでしまって、で子供を虐待死させてしまったってニュースとかあると思うんですが、これはもういわゆる本当カバートアグレッションの特徴がまんま出てるってことですね。であとはそういう人ってね、意外とね、周りからいい人に見えるんですよ。だからいい人だよね、あの人いい人そうだよねっていうから安心ってことじゃないんですね。いい人に見せるのが上手ってことです。であとその人の特徴としてはね、コミュニケーション能力が高いんですよ。コミュニケーション能力が高くって、自分にとって都合のいい人はどの人かなって見極めるんですよ。でその自分にとって都合のいい人をまず仲間にするんです。で仲間にするのと、あとその中でも権力者だったりとか立ち位置が上の人、これを見抜くんですよ。でその人たちに取り入るんですね。で取り入るのがとっても上手。そしてこの人気に入らないって見つけた、その取り入った上の人とか権力者たちをうまく使って、そこを敵にして攻撃をして、とことん敵に回していくってことなんですね。だからそういう人1回目をつけられるともうすごい大変ですよ。グループソース感みたいな感じですよね。でよく海外もありますけれども、日本なんか昔はね、よく歴史でありましたよね。よくね、朝廷の敵だっていうことで、ね、そういうふうに受けていきなり攻撃を食らって失脚してしまった方とかね、結構多いと思うんですけども、謀反の罪を着せられちゃったりとかね、もうそれを仕掛ける人がこの特徴だったりとかするってことですね。であとはね、これが今一つ目の特徴なんですが、二つ目の特徴は、無知を装い人を混乱させるってことです。無知を装って人を混乱させる。例えばね、これ私嘘だと思うんだけど、とか、あと知らないんだけど、とか、あと、私はあんまり信用しないんだけど、こういう噂があるから気をつけた方がいいと思って、ちょっと耳に入れた方がいいと思って話すんだけどね、とかいうふうに言って、純粋なふりをして自分が噂を回すんですよ。でその結果、その自分が狙った相手を悪者にしたりとか、あと自分だけいい子になるってことなんです。だからもう人をとことん落としておくんだけど、なぜか自分はいい子にしておくっていう立ち位置はすごく上手な特徴ですね。であと知ってても知らないふりするんです。そういう人に限ってね、いやもうこのこと困ってるんだけどどうしようかなって、もう相談来ても、ああそれ困ったね、なんとかしたいんだけどねとか、でも自分はねちょっとそれ知らないんだよねみたいな、知ってるくせにね、それであえてわざとアドバイスをしないとか助けたりすることをしないで、その人落ちていくことを良しとするってことですね。で非常に危険です。であとはね、責められたりとか、自分が責められる、それとかあと自分に都合が悪くなったりとかっていうことがあった時には、もう嘘とか無知を装ったりとか、あと覚えてないとか言って装って逃げるんです。もう記憶にございませんっていうのがね、皆さんよくパッと浮かぶと思うんですけど、こういうのがこう無知を装って人を混乱させることができるって、でも良くない特徴ですね。で3つ目の特徴は正当化、あと歪償化させるってことですね。正当化、歪償化させる。例えば全てを自分の都合のいいようにして、で正当化しちゃうんですよ。どんな悪いことだってもね。あとは批判、何か批判されたとしても自分に都合をよく解釈してスルーして、そして改善しないってことです。もう改善する必要があるにもかかわらず、でもこれこうだよねって言って、うまくもう解釈よくしちゃって、もう流しちゃって何もしない、改善しない。あと相手からね、意見とか批判が来てもそれも受け入れるふりをするんです。受け入れると思いきやもう不利なので。で、実際は無視してやり方を変えないで、そういう頑固者とか、あと約束ですね。約束を忘れたりとかしても、その責任を逃れて、で、出来事を小さくするってこともありますね。
でさらにそれが招く結果としては、その大きな問題が起きちゃった場合ね、大きな問題が起きたとしてもこれを小さく見せて、本当に大きな事件だし、その約束事を忘れていたことによってもすごく大変なことになって責任がかかるにもかかわらず、それ大したことないよっていう風な小さな事件に見せかけて、自分は責任逃れをして大したことないことして流そうとしてっていう風にうまくごまかしたりとかすることですね。でも本当正当化、自分を正当化させたりとか物事を歪小化させたりするっていうのも大きな特徴になってます。次、4番目です。4番目は回避傾向があるってことです。回避傾向があるね。例えばこう、自分が責任を負いたくないね、自分が責任を負いたくないから、もう自分に責任が来る質問に対しては逃げる、ね、それに対しても自分はもう関係ありませんみたいな感じでもう逃れちゃったりとかするってことですね。まあ本当に自分に責任は来ないように、来ないようにうまくやるんですよ。スルッと抜けていく。で、あと仕事で何か問題が出た時ね、仕事で問題が出た時にそういう風な人って出やすい傾向があるんですね。で、人のせいにしちゃうってことです。もう絶対自分ではなく他責にする傾向があるっていうのはここですね。だから本当何かあった時に自分が何かいけないんじゃないかっていうこと、自分をしっかり振り返って次に生かそうというようなことをしないで誰かのせいにしたりとかする人ね、自分と向き合えない人っていうのは非常にこの傾向はあります。回避傾向ね。で、それの一つの特徴として、付き合い始めにもね、動き方の特徴として現れるんですよ。行動に編集型の嘘をつくんですよね、付き合い始め。これどういうことかっていうとね、明らかに間違ったことは言わないんですよね。明らかにこれ違うよね、嘘だよねみたいなこと言わないし、何か嘘つくとしても、何かこうね、どうなのこうなのってなったとしても一部だけ嘘つくんですよ。もう全体は本当なんだけど一部だけ嘘を織り交ぜるね。もうそうするとね、すごくそれが真実味を帯びてしまうから、その嘘すら本当に思ってしまって、こちらとして騙されてしまうってことです。で、よくね、わかりやすく言えば、週刊誌とか広告に見られるような嘘をつくってことです。わかりやすい特徴としてね、よく古代広告インチキのやつね。あと言った情報源、この言った情報源に対してつつかれた時ね、つつかれた時にこう逃げられるようにしとくんですよ。リソースね、情報源の元のリソースを結構うまくもやもやにして隠しといたりとか。で、しかも責められると何を言うかというと、あれ、そんなこと私言ったっけって言ってとぼけるんですよ。自分がそのことを言ってないみたいな、うまくとぼけたりとか。で、しかもね、それをさらに止め問い詰めていくと何が出てくるかっていうと、もう誤解を与えるような言い方して本当にごめんなさいって言って逃げ道を作るんです。もうあくまでも自分がそれを失敗した、間違ったことを言った、ね、それをやらかした、原因は自分にあるってことではなくて、あなたが誤解したよね、みたいな。ね。あなたが誤解しちゃった。それを誤解するような伝え方したのが私だと。ね。だから、あなたが解釈間違いなのよっていうことなんですよ。もう本当こうやって上手に逃げ道を作ります。で、あとはね、もう一つ面白いのはね、善意からの嘘だと。ね、あなたにとってこれが絶対に幸せになれると思って、言ったら傷つくと思ってとか、ね、これ隠しとかないと傷つくと思ってっていうふうなことで、こう善意から嘘をついたってことで弁明して、で、自分だけいい子になるってことですね。これは本当に多い傾向です。付き合い始めにこれをやっている人がいたらもう絶対速攻離れた方がいいってことです。じゃあ次、5番目。5番目はですね、責任を持たないで最終的に被害者を装うってことですね。責任を持たずに最終的に被害者を装う。ね。で、これっていうのは本当に責任を持たないので、自分が被害者になろうとしちゃうところなんですが、まあ、いわゆる低周関白とは違うんです。低周関白とはこれね、また違っていて、相手に罪悪感を負わせるんですよ。ね、相手に罪悪感を負わせて、でも本当に申し訳なかったっていうふうに相手に思わせるように、そういうふうにうまく誘導していくってことがとても上手です。で、しかもその特徴として自分が被害者の立ち位置になるんですよ。で、相手の弱みにつけ込んで、で、罪悪感を増大させてしまったりとか、あとは相手に恥をかかせたりっていうこともね、結構多いですね。これ非常に多いです。だから本当にね、自分が被害者になるんですよ。自分が被害者だと、もうすごい大変だとか、あともうしんどいとかって訴えたりとかするんですよ。で、それで相手から同情を買ったりとかして、自分の立場を良くしていこうっていうね、こういう傾向も結構あったりします。で、さらにはね、自分が悪いんですよ、結局。自分が悪いんだけれども、人とか環境とかに責任転嫁をして、で、自分を被害者にしちゃうってことなんです。だから現実と向き合えない人もこういう特徴が現れてるってことでね、さっきのね、4番の男と結構近いんですけれども、本当に責任を持たない、最終的に自分を被害者に持ってくってことですね。で、しかも問題なのが、もう立ち悪いですよ。何が立ち悪いかっていうとね、なんで分かってくれないのって言って悲しむふりするんですよ。もう私こんなに頑張ってるのになんで分かってくれないみたいな。ってことで、もう本当に悲しむふりをして、で、相手を責めるんですよ。
もう言われた方としてはなんか、あ、なんかどうしよう、この人すごい泣いちゃった、泣いちゃった、どうしようどうしようってオロオロなっちゃう人も中にはいるんでね、本当そういう風にして、女性の嘘泣きもあると思うんですが、男性も結構この泣き脅しを使う人も非常に多いです。でかつね、こう自分の伝え方が悪いんですよ。そういう人って自分の伝え方が悪くって、で万が一ね、相手側それを間違って解釈してたということがあったとしても、その相手の理解度が足りなかったからだっていうなんですよ。でそれでかつもうすごく理解してくれなくて私は悲しいみたいに落ち込むんですよ。っていうか落ち込むふりをするんです。で相手に責任を負わせちゃうんですよ。で怖いのがこの先どうなるかっていうとね、これがね、もう怒ってマウントを取っていくんですよ。これね、あの特徴5つって言ったんですけど、細かく言うと6つになるんですが、あの最終的に、ね、怒ってマウントを取るっていうのが最終的な特徴になっていて、もう優しく説得するんだけど、優しく説得してダメだったら豹変するんですよ。もう急に暴力振るっちゃう人とかそうですよね。で、あともう都合が悪くなると切れる。いきなり LINE ブロックしたりとか、もう無視したりとか、あともう逆上して怒鳴ってきたり、手上げてきたりとかね、切れたりとか。あとあの、怒って、こう、自分をもう、あの、わわわわ怒ってもう言うんですよ。で、相手を黙らせるんですよ。自分自身はと怒って相手を黙らせる。で、相手を黙らせて言えなくして自分を優位に立たせるっていうことなんですよ。だから非常にね、こう、最後はね、結構立ち悪いっていう感じです。ということで今日ね、あの本当にあのこういう人と関わったやばいよってカバートアグレッションの特徴について分かりやすく5つ話をさせていただきました。で次回の動画では、じゃあこのカバートアグレッションの特徴を持っている人、どうやったら人生で関わらなくて済むんだろうね、どうやったら関わらないんだろうっていうことで、こう人生で関わらなくて済む方法、関わらないようにするためのカバートアグレッションを見抜く方法についてお話をさせていただきますので、次の動画もね、よかったんでぜひ楽しみに待っていてください。あさって公開になります。ということで、今日はね、結婚したら不幸になる、ね、人生絶対関わってはいけない人物、ね、やばい人物、カバートアグレッションの特徴について5つお伝えをさせていただきました。よろしければね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。皆さんがね、見かける周りのやばい人物についてもね、よかったらね、コメントいただければと思ってます。ね、あとあの YouTube 取り上げてほしいこと、あのこの場合どうなんだろうな、こういうことってどうなんだろうなって、こういう風な恋愛とかね、何でもいいんですけど、あの分かんないなって質問があればぜひコメント欄ください。これも YouTube でお答えできればなというふうに思っております。あとね、チャンネル登録いただければ、あのこういった情報がどんどん他にもあの出てきますので、よかったらそのも登録をいただければと思います。それとあのインスタグラムとかで毎日恋愛に聞くようなあのアドバイスも話してますので、よかったらそちらもご覧いただきたいのと、あと、身元保証のパーティー情報ね、これも概要欄下に貼っておきますので、よかったらそちらもご覧いただければと思います。ということで次回動画でお会いしましょう。さよなら。